綺麗じゃの、ここ足利フラワーパークだってさ、うん、イルミネーション。前の納豆はもう ソーセージ。優雅に朝食食べてたおかげでね、結構時間がギリギリになりました。急いでるので、ブーツのこの内側のチャックを閉める時間もなくてですね、ザラーッと家出てきました。これは電車で座ってからチャックを閉めようと思います。でも皆さん、最寄り駅で待つことってあります？自分の家から歩いて何分かってもう完全に分かってるじゃないですか。私は待つことないですね。でかい口叩いてるといいことないですね。私はまあ優雅に駅のホームでチャックを閉めるとしますよ。これからですね、仕事に向かいます。今日は仕事、学校、仕事っていうサンドイッチな日なんですよね。よし、まずはじゃあ仕事頑張ってきます。そろそろ学校に行かないと授業に遅刻するので、仕事を切り上げてきました。ただね、お腹空いてるんですけれど、お昼ご飯食べる時間もないので、駅でまたあれを買っちゃおうかなと思います。期間限定のあれです。はい、これでございます。スイーツパラダイス、スイパラのケーキをね、だって100円とかでケーキ買えるんですよ。買わないと損じゃないですか。これがここにある限りは買わないと損だと思うので、これが私のお昼ご飯となるわけです。ただもう時間がない。私の乗らなきゃいけない電車が53分でございます。あと9分しかないのに結構並んでます。まだキー間に合うかな。ついにこのショーケースが私の目の前までやってきたんですけれど、今51分、あと2分なんですよ。大丈夫かなこれ。まもなく4番線を列車が通過いたします。遅刻でございます。もう授業始まってるんですけれど、遅刻が確定したからには優雅に歩きます。最後ちょっと間に合うかなって思ったじゃないですか。だけどあれ、100円ケーキ数個をなんと1万円札で払うっていう、現金ですね、そういうファインプレーをね、目の前で披露されていたので、ちょっと間に合いませんでしたね、ギリギリ。まあでも1万円札が悪いのかといったらそうじゃなくてですね、そもそも私がギリギリでね、あそこ、あのケーキを買おうとしたその選択が間違っていたということになります。まあそういうこともあります。学校はもう目の前でございます。東京外国語大学。あと何回ここに来るのか分かりませんが、授業頑張ってきます。行ってきます。休憩時間がもうすぐ終わるんで、早く食べなきゃいけない、授業が終わりましたので、これから仕事に向かいます。もうね、もうさすがに学校に来ることはないと思ってます。もう本当にこれが最後。卒業式とかあるのかもしれないですけど、行きませんね。行きません。あったとしても行かない。成人式にも出てないのでね、私大学なんて友達ゼロなのに、卒業式出てもやることないですから、行きません。
仕事が終わってこれから帰るところでございます。なんかこのカメラ、こう自分に標準を合わせるとバックがいい感じにぼやけるからいいですね。あんまりモザイクかける必要ないかもしれない。マモス。水曜日のダウンタウン。君が笑いいっぱい。いっぱい。1万2000円で全然入ってないっていうのか。1万も入ってることないわ。逆に。お母さん送っていくら入ってる？お母さん電気もちゃんとない。ゼロだ。私と一緒。2、3千ね。入ってて3000円。入ってて。現金は取られたら終わりだけど、カードは一応止められるからね。